1595回始めます。9月の18日月曜日、今日は月曜日祝日みたいですね。日テレニュース、リハビリ施設で送迎車3人跳ねるということで2人死亡、埼玉県、埼玉県埼玉市で13日夕方、リハビリ施設で施設の送迎車が利用者3人を跳ね、男女2人死亡。いやリハビリ施設、これ多分高齢者に限った話じゃないのかな、だけど亡くなったのは高齢者みたいだね。警察は運転手の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しましたと。警察によりますと、13日午後4時半ごろ、埼玉市、いや難しい、見沼区っていうのこれ、見沼区、こんな区あった、埼玉市見沼区のリハビリ施設、ビッグスマイルリハビリセンターの敷地内で、施設の送迎車が男女3人をはね、ましたと。この事故で車の下敷きになった施設の利用者の、飯泉俊夫さんというのかな、89歳と、関拓子さん、88歳の女性と89歳の男性が死亡しました。職員の男性、43歳の男性も軽い怪我したということでね。まあそれだけの話です。それだけの話なんだけども、ね、運転した、この運転してたのは男の人ね、何歳だったかな、これ、他のニュースでは出てたのかな、まあ、おそらくそんな若い方ではないと思うんだけども、ね、これ、リハビリセンターってなってるから、なんかね、まあ、いろんな人、リハビリ、に来るんだろうけど、高齢者の人多いんだと思うよ、やっぱり、高齢者の人。で、高齢者の人、送迎してた送迎車、ハイエースみたいなものだと思います、おそらくね。大体高齢者施設とかね、こういったリハビリ施設とかの送迎車ってね、車椅子も乗れるような、ハイエースの、ハイエースもあれ、いろいろあるのね、大きさね。私、ハイエース2、3回運転したかな。大きいバージョンとちっちゃいバージョンでね、だいぶ違うのね、ハイエースの迫力っていうかね。まあいいや。それはいいんだけど。これ見て思うのは、やっぱりね、私ね、高齢者施設、今高齢者施設で働いてるっていうのもあるんだけど、まあ今働いてるところじゃなくてよ、高齢者施設ってやっぱり偏僻なところにあるよね。坂の途中とか坂の上とか坂の下とかね、川っぺりとかね、山の上とかね、崖のギリギリのとことか、結構やっぱりね、厳しいところにあるんで、そこを、まあ自然と細道とかもあったりしてね、ハイエースってでっかいのでね、運転するとね、まあ今回普通の、冬の事故でもないんだけど、冬とかもね、スリップして事故とかね、崖から落ちたとかね、雪で滑ってとか結構あるもんね。だから高齢者施設の周りの道もっとなんとかなんないのかなと。まあそんなにね、利便性の高い、例えば駅前とかにね、まあ、最近はできてきてるとこもあるんだけど、基本的にはやっぱりなんていうのかな、昔からの影響っていうのがあるのかな、目立たない偏僻な土地にありますよね。それも影響あると思うよ。たまにこういう事故あるもんね。あとまあこれもね、ここ数年の話じゃないんだけども、私やっぱり働き出して大学出てから、ずっと思うのがね、高齢者施設の車ね、特別養護老人ホームなんとかかかってるような車見るようになったね。すごい増えたね。もう1990年代ぐらいからに比べると、もう日中なんかうろらうろらしてたら、普通に街中にしても住宅街にしても車走らせてたら、私営業とかで車しょっちゅう乗ってたことあるんですけど、まあ高齢者施設の車だらけですよ、本当に多いね。だからこれだけ多いと、まあ自然とね、こういう交通事故とか起きてくるよね。あとドライバーの方ね、送迎車運転される方、結構高齢の方多いのね。もう75歳が運転するとかね、当たり前だから、今時、だから高齢ドライバーが運転して高齢者を乗せて
ね、事故に遭うみたいなケース多々あるね、見てるとね、はい、時代感じさせるね、ただのね、一つのね、交通死亡事故なんだけど、ただのっていうかね、うん、まあこれまたね、うん、まあ、これ事故だからね、どうしようもないんだけど、これどういうと、ビッグスマイルリハビリセンターのこの事故起こったところ、何にも問題ないようなとこだったのかな、もしかしたら。ね、で送迎でね、乗せる時だったのが、まあ4時半、まあうん、乗せる時だったのか、降ろす時だったのか分かんないけども、まあいないと思って動かしただろうね。このね、本当思い込みね、まあ、これ以上そんなにスタッサッサッサッ歩けるわけじゃないんだろうから、気づけば絶対ね動かせなかったはずなんだけど、まあ気づいてなかったってはそれまでなんだけどね、確認ね大事だね、本当子供とか高齢者とかね、車の周囲にいないかっていうのを本当確認しないと、痛ましい。私、うん、もちろん引いたこととかないですよ、ないんだけど、高齢者とか子供の場合引いてぶつかった時ね、もしかしたら反応、うん、大声とか出せないかもしれないから、気づかないで本当車でね引いて下敷きとかにしちゃうかもわかんないね、本当気をつけないとね、車運転する人、子供とかね周りにいないか、高齢者車の周りにいないか、確認ね、うん、してもしても起こるんだろうけど事故はね、うん、と思います。はい、埼玉市で起きた、うん、リハビリ施設でのね、送迎車が3人跳ねたっていうね、2人死亡したっていう痛ましい死亡事故、うん、お話しました。チャンネル登録、高評価、一つお願いします。ありがとうございます。失礼します。